こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は、シャントットのね、D 角使って遊んでいこうかなと思います。はい、ということで、雷属性魔法界の中では、まあ、紛れもなく最強キャラというところのシャントットですが、まあ、11波竜がちょっと硬すぎるっていうこともあって、ちょっと波竜でシャントット使って、見た方はね、わかると思うんだけど、なかなか火力が出なくて、まあ、特にあのフェーズ3の強式派とかね、あれがシャントットだと割りにくかったりとかっていうね、あの問題に直面している方が多かったと思うんですよ。で、まあ、今回のね、あの D 角によって、まあ、再評価っていうところが、まあ、あると思うので、うん、まあ、このタイミングでちょっと使っていこうかなと思います。はい、でシャントットの D 角、正直シンクロがね、あのすでにあのぶっ壊れの何ふさわしいぐらい凶悪な内容になっているんで、まあ、改めてね、シンクロちょっと見ていくと、このね、攻撃を食らって、ダメージ軽減バリアが消費されたタイミングで ATB ゲージ蓄積時間が1回なしになる。自身ダメージ軽減バリア1回付与で、これが5回発動した時に解除ということで、まあ、簡単に言うとね、5回までカウンターで ATB ゲージ蓄積時間はなしになるよということで、めちゃくちゃ強いね。ぶっ壊れと言っても差し支えないぐらいの強さ。ただちょっとタイミングがあの合わせにくいってところがあるからね、もうあのギリギリ ATB ゲージが溜まってしまう瞬間に、あのこれね、攻撃が来てしまったしまうとちょっと無駄になりがちっていうところ。ただあと一つもポイントとしては、あのもうすでに ATB ゲージが溜まっているときに攻撃が来る、あるいはもう攻撃の待機時間中にあの攻撃を受けると、もう間髪入れずその攻撃が終わった瞬間にすでにもう ATB ゲージ溜まってる状態になるんで、実質2回連続行動みたいな感覚で動けるっていうところがポイントだね。だからなるべくならその攻撃アビリティのね、攻撃の待機時間中に、まあ、攻撃を受けるように調整していくとのがベスト。まあそううまくはいかないけど、もちろんフェーズのね、ズレとかフェーズ以降のタイミングでズレたりとかってそういうこともあったりするので、あとまあ、今回やるのが10波オーディンですけど、例えばそのフェーズ以降のタイミングでね、必ず攻撃をしてくるって、オーディンだったら HP、30波以下でグングニル飛ばしてくるので、それに関してはもちろん発動しますっていうところで、まあちょっとイレギュラーなこともあったりしますが、はい、まあ、とにもかくにも、シンクロモード中5回まで ATB ゲージ蓄積時間がなしにできるということで、まあ、ぶっ壊れだよね、圧倒的に。さらに一応ブチ切れ状態ということで、トランスだね、トランスモードも発動しますというところです。で今回このシンクロの上にこの D 角が実装されたので、正直 D 角の性能自体そんなに期待してなかったんだけど、意外といいやつもらったなって思うのが、これだね、モード1の魔女アビリティ使用時に追撃 D スパーク、これがどういう効果かというと、敵単体にダメージ限界突破可能な魔法攻撃プラス自身の待機時間3ターンなしにするということで、まあ先ほど言ったね、 ATB ゲージ蓄積時間なしとかと組み合わせてあげるとめちゃめちゃ強い、とんでもなく強いということで、まあこれはまあ圧倒的ですよ。ただね、唯一のそのシャントットの弱点として、まあ冒頭でも言った通りね、その攻撃回数が多いんだよね、マジアビリティって。7回攻撃っていうところで、まあ、これ自体は悪くないんだけど、その分なんか火力が低いんだよね、一発あたりのね。一発あたりの火力が低いんで、なかなかカンストしにくいとか、あるいは強式が割りにくいとか、そういった問題にあのぶち当たったりするので、シャントットのね、ダメージをいかに上げるかっていうところが、まあ、結構ポイントになってくるんじゃないかなと思います。まあ、魔法パで言えば、ケットシーだったり、あるいはモグとかね。あのしっかり使ってあげたりとか、あと雷属性耐性デバフだよね、そういったものをしっかりさせて、あのシャントットのサポートをしてあげないとっていう感じはありますね。やっぱりもうシャントットの爆発力を上げてあげた方がね、あの結果として、総火力につながってくるのかなというところで、今回チェインプラス、デバファーとしてガーネットを連れていきます。これ D 角でね、これはかなり優秀だね。福袋のあのおすすめ解説動画でもガーネットは一応押しておきましたが、個人的にはこれかなり優秀だと思ってて、これが D 角でね、アビリティで攻撃するたびに短時間敵単体に雷属性耐性レベル1段階ダウンがくっついているので、うん、だからモード中ね、攻撃するたびに1段階確実に落とせるのは、まあ本当希少なので雷魔法界では。はい、ということでガーネットさんを採用してます。
まあ、あとその他ね、まあ、まあ、シャントットのおまけとしてアタッカーでただビビ入れてますけど、ここビビである必要は全くない。ただの趣味。うん。はい。で、あと、雷氷の新奥義を持ってなかったから、まあ適当に炎新奥義でいいやと思って、はい。炎新奥義、あと、ゲージ戦技だね。あと、シンクロ使って終わりという感じでしょう。はい。で、クイナはいつも通り。クイナは、夜のおやつ間に合うか分かんないんだけど、最悪間に合わなくても、シャントットがなんとかしてくれる。ATB ゲージ蓄積時間なしだからね。実質行動キャンセル合ってないようなもんなんで、シャントットに関してはね。まあ、シャントットがなんとかしてくれるだろうということで、もう序盤かな、シャントットに託しまくりでいくぜ。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、あんまタイムは気にしてないので、あくまで、まあ、シャントットのヤバさをね、身近に感じてもらえればなと思って、まだ、3段だからね、シャントット3段なので、やってます。極フェスで、絶賛開催中なので、これ見て欲しくなった方はね、ぜひ、ゲットしてみてください。ということで、やっていこう。15秒95にはなってるけど、まあ、おそらく出ないな、これ。喋りながらやってるとね、何らかのミスだったりは絶対あると思うのでね。はい、ということで、遊んでいきましょう。まあ、シャントットのね、D 学自体使うのがね、初ということで、タイミングとか立ち回りはね、あんまり考えてないです。ただ順番がね、シャントットではなく、先にガーネットから動かしていきます。で、ビビがブリザード・エン・サンダー、クイナがシャントットに託す。だその後でシャントットが新奥義。これでね、まぁ、ちょっと 0.5 秒ずつずつぐらいですが、0.15 秒ぐらいずれてんのかな、ガーネットとね。なんで、ここでスムーズにガーネットのチェインが入ってくれることでしょう。きっとね、ガーネットチェイン、ビビが新奥義で、これでシャントットもシンクロ OK。 ガーネットさんが先に入っていく。でクイナがここで星6戦技これちょっとあれだよね、倍速モードだからボイスがちょっとつながっちゃってんだよね。本当はもうちょっとボイスに余裕あるはずなんだけどね、ちゃんととね、いい的ですことってちゃんと言ってんだけどね、あれね。はい、ビビがここで戦技打ちます。ガネットデスペルで、ここでここシャントットのタスクガーネットのタクスかでちょっと立ち回り変わってくると思うんだけどね。ここはどうしよっかな。まだいいか。これ先にガーネットに託そうか。シャントット自力で貯めた方がいいのかな。立ち回りがね、もう手探りっていうね。今から手探りでやってるっていうね。ただ、まといのことを考えると、オーディンがね、HP80% 以下の状態で、D 学した方が、まあ、何かとお得感はあるよね。ああ、ハンゲージ託してやれいいか。ハンゲージだけ託してやるか。ハンゲージだけ託そう。ハンゲージ託しで、いけばいいか。それだと多分結構スムーズに溜まるんじゃない？この多分、シャント、ああ、でもシャントって今これシンクロだからな。2回しか攻撃してくんないのか。ここちょっとケットシーな行動いいか。パブラプリストやっていこう。パブラプリストで、おそらくビビガーネットの攻撃で HP75% 以下いくっていう計算。ビビガネで多分、そうだね。ビビガネで 75% いっても、次のターンのケットシーで、後ろ線にぶち込んでっていう流れでしょう、きっと。で、クイナ怒り。OK。74%。これで迫害貢献飛んできます。で、ビビの攻撃が。ワイがこの試合守るんや。
まあ今、迫害貢献状態だからね。うわ、いきなり火力出はし、急に火力出た。シンクロだからね、あれはまといの効果でね。なるほどね。わお。バサンダが飛んでくる。ガーネットがね、デバフでシャントットのサポートをしていく。クイナがゲージ溜まってねえんだ、これ。ゲージ溜まってないんだ。なるほど。ギビが何気にいい火力出してくれてんな。おお、いいね、39999。まあ標識ない状態だからね。こっからちょっと硬くなってしまうので、まとい剥がしでちょっと火力が下がっていく。 Gスパーク、これ3ターン待機なしだね。3ターン待機なしになる。津波が飛んでくる。ケッちゃんが、あーが、それで行くのね、それで行っちゃうのね、 あなたそれで行っちゃうのね。なるほどね。やっぱ行動キャンセル、やっぱ間に合わなかったか。この立ち回りだと間に合わなかったか。ただシャントットがここから2回連続行動に、行動キャンセルがないね。行動キャンセルなしでシャントットさんは動いていく。マイティーガードの上からでも関係なく動いていく。すごいね、すごい女だぜ。これがシャントットパワーだぜ。すごい女だシャントット。これで終わりかな。はい、ということで、ビビじゃない、クイナの超絶が間に合わなかったけど、クイナの超絶が間に合わなかったけど、まあこんな感じですよね。シャントットに行動キャンセルはねえっていうことで、はい、まあ、よかったんじゃないでしょうか。まあ逆によかったかな、逆によかったかもしれない。あの行動キャンセルがなくたって、あったって、何言いたいのかよく分からなくなっちゃった。コードキャッスルがあろうがなかろうがね、カウンターで動けるよっていうところがね、シャントットの良さですよっていうところがね、見せれたと思うんで、そうそうそう、よかった。うん、今ちょっとね、何言ってんのかよく分かんないのはね、もう深夜だから、普段だったらもうこの時間寝てるからっていうことだね。はい、ということで、シャントット、ぜひ皆さんね、まだ3弾やってるんでね、使って遊んでみてください。で本当にあの後半ね、あんまりそのなんだろう、強式3の上からだとさすがにね、あの 39,999 とか感想出ませんでしたけど、モグとかね、そういったところで工夫してね、もっと火力出そうと思えばそういったところでできるので、うまいことね使ってさらなるシャントットの力引き出してみてください。であとまだ神器もないからってところもあるからね、今後また神器が出ればもうちょい火力も上がることでしょう。はい、といったところで、今回動画はここまでで終わりたいと思います。最後になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。